プリゲート、こんにちは。ズドラースト VH、こんにちは。今回も全知覚の解説をしてくれるのよね。そうなのぜ。今回は全知詞、O、プラス、名詞、について解説しようと思う。全知詞、O、プラス、名詞は、何々について、何々に関して、という意味なのぜ。名詞の全知覚の変化は以前の動画パート45を復習してほしいのぜ。全知詞、O、プラス、名詞は、以下のような表現で使うのぜ。Говорить о брате。兄、弟について話す。Думать о сестре。姉、妹について考える。Разговаривать о погоде。天気について喋る。Рассказать о природе。自然について語る。Книга о любви。愛についての本。Фильм о войне。戦争についての映画。Рассказ о поездке。旅行についての物語。Статья о жизни。人生についての記事、論文。また。Мать。母。Дочь。娘の全知覚は。Матери、дочери。となる。母についてはあ、マーチリ。娘についてはあ、ドチリとなるのぜ。また、語頭が母音で始まる名詞を何々についてという表現にしたい場合は以下のようになる。アベクスクルシー。観光ツアーについてアブロキ。授業についてアブチョビ。勉強についてアバッツェ。父についてアブイーリ。イーラについて。全知覚、O、プラス、認証代名詞は以下のようになるのぜ。アバムニエ。私について。アチビエ。君について。アニョーム。彼について、それについて。アニェイ。彼女について、それについて。アナース。私たちについて。あわす。あなたについて。あにーふ。彼らについて、それらについて。以上のように、何々について、何々に関しては、前置詞、おだけでなく、おぶ、おぼ、の場合もあるので注意してほしいのぜ。前置覚の変化を覚えれば、ロシア人といろいろな事柄について、語り合うことができそうね。皆さんもコロナ禍がまだ続いている中なので、スカイプや、ズームなどでロシア人の友達と話してみてほしいのぜ。それでは皆様、パパー、じゃあね。